お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちらの新鋭対ロイフグデッキね、はい、やっていきたいなと思います。でこちらなんですけども、前シーズンかな、はい、まあ、世界大会とかでもめちゃくちゃね、使われたデッキが、まあ、若干変わっただけという、まあ、デッキになります。まあ、ゴブリンの檻の枠が、バーバリアンの小屋だったんですよ。まあ、ババ小屋、まあ、なんですけど、ババ小屋修正でねめちゃくちゃ解放されちゃって、本当に使ってる人ゼロに、はい、限りなく近いぐらい、使われなくなっちゃったんですけども、まあ、そこがゴブリンになって、あとヒールスピリットね解放されました。というわけでヒールスピの枠が LSP になりました。で、まあ、このデッキは今結構使われてますというわけで、まあ、今日これでやっていきたいなと思います。で、まあ、回転がね、まあ、若干、まあ、ババ小屋がオリになっただけなんですけど、まあ、ヒースピも LSP になったので、まあ、気持ちね空に対して戦いやすくなりましたね、前より。で、あとはこうタルババの枠なんですけども、なんか相手の名前すげえなんか強そうなんですけど、宇宙怪人カイトくんさん、よろしくお願いします。さあ、今ホグですね、ホグ、これ LSP 出してもよかったな。さあ、まあまあまあ一回ねステイしましょうか。タラバムの枠ですね。タラバムの枠はこうデリバリーでも全然ねいいかなと思います。まあ雪玉とかでもいいと思うんですけど、まあ、個人的にはタルババかデリバリーで、まあ、なぜデリかというと、デリだと相手のまあゴレとかラバとか結構大型に対してすごい勝ちやすくねなるんですよ。あ、これ見て、ある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 、ホバリングにファイブ外すのはもう僕もうね、なんか昔クララリーグで 2v2 やってた時なんですけど、こうなんか焼き鳥っていうポロンスのねプロ選手、ほぼ皆さん知ってると思うんですけども、その方と一緒に 2v2 やってた時にもう僕ホバにファイバー当たんなすぎて、マジ試合中においみたいな、マジでなんかもう結構ねガチのね、まあ僕が悪いんですけど、これは本当にね100-0で僕が悪いんですけど、結構こうガチで怒られたことがあるっていうね、まあこともあるぐらい、まあ、ファイボーはね外しちゃうんですよね。本当になんか影と物体どっちに打つのみたいな、今の当たってるよくないみたいな感じなんですけども、まあね、まあ残るというのがホバのね、まあなんかこう単純にね使われると結構厄介なカードですけど、そういう部分でもまあ、こいつのね強さを、はい、表してるんじゃないかなと思います。さあラッキーですね。さあラッキー勝利でございます。よいしょってなわけでね、はい、まあさっきねこの1から3勝ねやばいんですよ。なんか偶然なんですけど、全部遅延スケラ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 当たって、いやもう流行りすぎじゃねと思ったんですけども、さすがに違うデッキもいてくれましたね。よろしくというわけで、まあ立ち回りは2パターンあるんですけども、まあ血神兵隊して、まあ、ザッピーつけて、まあロイフグとかホバとか、まあ、飛ばすだけでも全然勝てますし、まあなんかこうゴブ折り置いて、まあ、ザッピーセパして相手が攻めてきたところを神兵隊でなんかガブッとね、はい、蓋をしてあげてみたいな、まあ、パターンもあります。で、枯渇に対して強いのがね、この LSP だけでね、結構抑えられるんですよね、枯渇って。で、相手に結構過剰にコストを使わせて、みたいなね。はいはいはい。いい感じのダメージが入りました。で、相手はバレバレ枯渇ですね。めっちゃくちゃ攻めてきますね。なかなか、息がいいですね。プリンセス吹き矢のスケアイスピも多分いい、なんか、あれこれ、なんか、まあ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 、とりあえず回転が速いことだけ分かりましたね。で、まあ、回転が速いということは、まあ、ほぼとかをね、多分、処理するスペルがね、基本的にはなさそうですね。なので、まあ、こっちとしては結構形を組んだら強そうな気もしますね、相手に対して。で、ワンチャンなんかスケバレとかがあった時用に、内側にしてね、まあ、ロケ打たれたらロケ打たれたで、端回し引退すれば、グッドゲームって感じかな。さあ、相手のスペルがちょっとスペルとか、まあ、中身がまだはっきりしてないんですけど、まあ、プリンセスと吹き矢がいることは間違いないですね。で、まあ、こう残る系のプリンとかがね、意外とこのデッキしんどいんですよ。なので、まあ、積極的にファイボとか打っていきたいところであるっすよね。セレスピー、まあ、ファイボは吹き矢でいいかな。左サイド僕ちょっと削りたいんでね。あのプリンは一回我慢して、オッケー。いや、でもこのね、アイゴレスケとアイスピだったかな、このイチコス勢が結構強いですよね。いや、バレルの回転が置いて鬼速いですね。まあ、1周目は LSP、2周目はタルババで守っていけると結構いいサイクルかなと思います。
まあ、対応して、まあ、折り置きましょうか。で、次は、まあ、縦が来たら、ホバエレスピとか。来なければ、いや、これ来ないですね。普通に多分飛んでくる。いや、来るんかい。これはまあ、ファイボスかね。エレスピだと結構ダメージ受けちゃうと思うので。で、こういうところで、まあ、端前死に対してね、よいしょ。これがね、強いですね。もう自然とカウンターになる。で、僕ちょっとファイボ使っちゃったんで、相手の吹きはどうにもできないんですけど、普通にこのホバが残ってると、相手絶対きついと思うんですよね。さあ、ウッド勇気の枯渇というわけで、なかなか珍しい形ですが、さすがに相手もね、きつそう。いや、ホバなぁ、マジで最強レベルですよね。なんか、まあ、ホバの枠、まあ、もしかしたら、いやー、もしかしないかな。マザーネクロとか、なんか同じじゃないですか。だって、ホバと、マザーネクロ、まあ、僕はちょっとねマザーネクロ気に入ってるだけなんですけど、ワンチャンマザーネクロでもいいんじゃないかなみたいな思うんですけど、まあマザーネクロだったら今のもしかしたら負けてるなーとか思いつつ、はい、まあ、やっぱホバですね。マザーネクロもどんどんちょっと使っていきたいんですけど、なんかね役割被ってるのが多いんですよね。そう、まあちょっとね、はい、まあ可能性があるカードだと思ってるんでね、またなんかいいね。まずはネクロデッキを、まあ、見つけるか、ちょっとね、いいデッキちょっと作れたらいいかなと思いますね。僕、結構ね、いろんなデッキ作るのめっちゃ好きだったんですよね。そうなんですけど、最近全然やってなかったんで、はい。とりあえず、まあ、ザッピーを切破しつつ、様子を見ていきたいですよね。生きがいいなー。よし、さ、遅延スキャラだ。遅延スキラっぽいな。アイスイタルだもんな。確定演出ぐらいワンチャン入れちゃいかな。で、遅延スキラはね、結構個人的にね嫌ですね。まあ、単純にスキャラ受けがこのデッキ結構きついのと、まああとはなんかもう施設プラストルネがあるんで結構ねイモられちゃうんですよね。そう、突破できないことがあるって感じですね。まあ、でもここは施設も割いて、いや絶対これワイレイちゃいか、絶対きついと思ったら、さ、エレジャイですね、今回。いや、ホバこれ残るんじゃね？残らない。まあ、そこまではね、いけないと。で、まあ、相手は、この折りがね、結構きついと思うんですよね。さっさっさ、まあ、流れとしては悪くはない。まあ、新エテザッピーセパして、しかも今、ダックプリ相手使ったんで、まあ、ここは、新エテセパして、まあ、折りでいいかなと思いますね。ここでまあ、できるだけ溶けてくれたらラッキーみたいな。まあ、ベビーとかもいるんで、なかなかね、右を刺すっていうのはむずいんですけど、うわ、すげえこれ。相手も全許容で、もう、全許容っていう表現をしたら、よくないですね。全無視もう全無視っすね。わ、すごいな。まあ、こういうね、まあ、戦い方もあるよというような、お手本になってくれてます。さあ、相手はトルネードを空振るが、まあ、空振ってるのはあるんですけども、タワーが折れちゃうと。さあ、いい、やりますね。まあまあまあ、でもこれね、ちょっと一つ思うのは、相手結構ね、ダメージ強要したというか、無視して入ってるんですよ。でも、まあ、これはごぼうりがあるんで、まあ、そんな通んないと思うんですけども、まあまあまあ、プレッシャーかけつつね。いや、これなぁ。まあ、キングじゃない気がするっすね。個人的には。個人的にはキングじゃない方がいい気がするの。ただ、ダックプリがね、嫌ですね。あと、範囲攻撃、このベビー。まあ、これ、ホバにライト打ってくるかどうかっすね。ライト打ってきたら、結構、うまいというか、まあ、分かってんなって感じですけど、打ってこないと、結構相手は甘いですからね、これ。だって、この、マジで、ホバがどれだけ悪さするかっていうのを、ちょっと、なるほどね。ほら、もうずっと、ホバゲーしてんすよ。てかもうなんか、すごい地獄絵図みたいな。でも、ま、このデッキの、この強さっていうのは、が出てますね。これ。よし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 、ほらいーグッドゲームーという感じでね。オッケー。エレジャイに勝てたのは、まあ、結構でかいですね。まあ、ゴボリがいるんで、いいんですけど、まあ、ザッピーとかホバリング、エレジャイの方にトルネで座れてしまうと、ほぼほぼ活躍しないんでね。トリトンとかがないので、そう、珍しくね。はい。まあ、なんですけど、まあ、超強いデッキという感じでね。前もトリトンなかったっすよね。多分、2枚変わっただけだと思うんですけども、まあ、めちゃくちゃ強いですね。はい。十分強いデッキです。ぜひね。はい、皆さんも、まあ、使ってみてください。というわけで、次の試合ね、行きたいなと思います。
さあマッチングしました、よろしくと。で、まあ、基本マジで檻とかザッピーとか出してから、まあ、なんか様子見ながら戦いたいんですけど、どうしようかな。まあ、相手が攻めてきてくれたのありがたいですね。これタラババ回します、陸受けないんで。で、まあ、言うのだったら、言うなりきはねほぼ確でペッカだと思うんですけど、まあなんかこの陸で攻める神技デッキっていうような可能性もありますね。この前にまあ古城バブとかをつけてくる可能性もないこともないが、さあゴーストで僕がこの位置に乗りを置いたら、まあケツペッカか逆再工場の2択かな。はい、ケツペッカのパターンでしたね今回の相手は。でまあザッピーと親衛隊いれば、まあペッカは間違いなく止まると思うんですけど、しかもホバいるんでね。まあ、ポイズン打たれてからホバをポイズンの外に配置してあげるのが理想かなと思います。で、これワンチャン始まりマジでチェックる。で、まあ、これはね、LSP で止めてあげるのが一番正解説ありますね。この、しかもこのガゴにも、なんか地味に刺さるっていう、この LSP のね、すごい地味なんですよ。地味なんだけど、この活躍してる感、激アツですね。さあ、いや、これ勝ったんじゃない？勝ったんじゃないって言ったらあんま良くないかもしれないんですけど。勝ったっぽいっすよね。さあさあさあ。いや、ザッピー！ザッピー！まだ負けちゃう？まあ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 。君だってね、負けてしまうこともあるよと。で、まあ、これ最強なのが檻ですね。檻で全部止まる。で、檻だけだとちょっと怖いかな。一応樽も転がしちゃうんですけど、まあいらなかった説ありますね。まあでもこの5ボリューム目できたことによって、やばい、いらないっすね。まあいいや。逆に、これで2発ぐらい。まあ、ガゴが強いです。まあ、ガゴ若干厄介なんで、結構、ペッカの後ろのガゴとかを処理できなかったら、ファイブを狙っていきたいですね。で、相手はもう、あ、こいつ強すぎる、うますぎるって勝てねえわ、のも、こぼれ出るホレイですね。ポジティブ思考、超ポジティブ。はい。多分相手からしたら、いや、ふざけんな、絶対無理だろ、ボケって感じだと思うんですけど。あ、ポイズン使った。あ、待って、これ、佐藤は勝つ。で、まあ、檻置いて、ザッピー出して、みたいな。よしよし。で、これで、マッチョが殴られなかったらいいな。いや、めっちゃいい。もう、これで相手マジしんどいでしょ。で、まあ、ホバ適当に真ん中出して、まあ、ホバに基本3画が出てくるんで、そこにね、LSP とかを追加してあげれると、相手からしたらマジできついと思うんですけど、ここですね。ボーパイうめえっすね、相手マジで。いや、いい。でも、ぶっ刺さってる。で、エレキとかがこの辺にね、ゴールっさぐってゲームと、いう感じでね。だってもう僕何のダメージ受けたんこの100ぐらいねって感じなんですけども、めちゃくちゃ強いですね。はい、ってなわけでね、ぜひこちらの新入隊ザッピーローフグね、皆さんまた使ってみてくださいというわけでね、終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価ね、コメントもよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またね。